何作っちゃおうかな。この辺りなら安全そうかな。よいしょ。よし、あった。くっそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。これならいけるよね。今だ。行くよ。早っ。そこ。痛えな。ライダー、隙を作って。早っ。そこ。これならどう？ライダー、襲撃頼んだ。ほらよ。もう終わりかよ。島から近いのに植生が島と全然違うんだよね。なんでだろう。よーいしょ。キノコ取ったぜ。もっといるか。よし、あった。糸って、よー、これならいけるよね。これは毒があるやつ。いや、ないやつかな。あん、紛らわしい。
毒を持ってるのかな。よし、あった。触るときは気をつけなきゃ。せーの。草なら俺でも集められそうだな。そうね。取れたよ。よし、あった。僕目が悪いからこういう細いのとか小さいのとか探すのは苦手なんだよな。よいしょ。よいしょ。よし、取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。この木材で何作ろうかな。いろんなの作れそうだよね。うーん、しょ。場所が変わると取れる木材の種類も変わるね。どういうのがあるといいんだろう。休まるね。こんな感じでいいか。木を見つけるだけなら簡単だぜ。そうれ、そうれ。これが薬の材料ってわけか。せーの。俺もこの辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。せーの、そうれ。これならいけるよね。おりゃ。そこ。おや。行くよ。いいな。さあ、どんどん進もう。肩慣らしにもならねえな。おや。これくらい当然だ。よーいしょ。そういや、島にはあまり鉱石ってないよね。まったくないわけじゃないけどさ。虫が何の役に立つかはわからないけど、とりあえず集めよう。そーれ、せーの、そーれ、せーの。こんな植物でいいのか。これならいけるよね。今だ。えい。そこ。せーな、せーな、せい。ライダー、隙を作って。えい。今だ。おりゃ。行くよ。今だ。ライザ、頼んだ。行くよ。今だ。行くよ。さあ、どんどん進もう。これなら余裕だね。おりゃ。今だ。おりゃ。もう終わりかよ。せーの。せー。もう持てないな。
この広場までは楽に来られるようになったな。魔物も来そうにないし、ここらで一休みするか。そうだね。クリント王国の人たちもそれが分かってたからここに建物を建てたのかも。にしてもどこにでもあるよな、クリント王国の遺跡って。アンペルさんも一地域にここまで多いのは珍しいとか言ってたっけ。僕らには当たり前の光景だけどね。ライザ、俺が見張るから少し休んで。おい、ライザ。広くて安全、頑丈な土台もあるし、湖にも面してる。しかも島からはちょうど見えない位置。聞いてんのかライザ。ここなら。ああ何レント、休憩しようっつったの。たく、何一人でブツブツ言ってんだ。ああ何でもないない、気にしないで。変なの。水筒水筒。二人とも俺の後ろに下がれ。誰かと思えばお前たちか。アンペルさんにリラさん、こんなところまで遺跡の調査に来てたんだ。驚かさないでよ。安全なこの広場にまで魔物が入ってきたと思って焦っちゃったよ。安全は安全として、警戒は怠らないだろ。まあ反応は良かった。あとは気配のした方角以外にも注意を向けろ。なるほど、そういうもんか。この近くにも遺跡があるの？あんまり聞いたことないけど。あるなしを明確にするのも調査のうちだ。まあ結果としてはなかったわけだが。この広場も土台だけでわざわざ調べるほどの遺跡でもないもんね。北の方に手を出すのはまだ時期尚早だろうしな。まずは近場から足固めをしていこう。剣の腕を磨くいい機会だ。今読んでるのって前の辞書と違う本だよね。あっちはもう読み終わったんだ。分かりそうな単語の拾い出しが終わっただけだよ。今はこの百科辞典で単語の特定をしてるところ。百科辞典、クラウディアは知ってる？商品として扱ってるのは見たことあるよ。たくさんのものが解説されてる本でしょ。うん、今まで眺めることしかできなかった本を読み解いて受けるのは楽しくてたまらないよ。アンペルさんは読み解いてくれないの？明らかな間違いは指摘してくれるよ。でもまずは古い言語に触れ続けて癖をつかめだってさ。よくわかんないけど。なるほど。ライザー、よう、ちょうどみんな揃ってるな。ちょうどって何が？その大きなのは地図？ああ、家を引っかき回して見つけてきたんだ。街道くらいしか載ってないけど目安にはなるだろう。そんなの持ってきてどうするつもりさ。まさか。ああ、そろそろ行動範囲を広げようと思ってな。やっぱり迂闊に街道を外れたらすぐ魔物に襲われちゃうよ。村の大人たちみたいなこと言わないでよ。小妖精の森だって街道の外でしょ。そりゃそうだけど、あそこは村の対岸だし。だいたい近場なんかで泊まってられるかよ。知ってるだろ、俺の目標はあの塔なんだぞ。塔？あ、もしかして晴れた日に北の山あいから見えるあれ？それそれ、街道の西側の果てに天高くそびえてるらしいよ。実際に確かめた人は村にはいないけどね。村じゃ昔から
街道の西を悪魔の野って呼んで、絶対入っちゃいけない禁足地にしてるんだよ。俺の夢はそこを探検して親父や村の奴らをあっと言わせてやることなんだ。お父さん？いや、もう夢じゃない。そこに向かって一歩ずつ進んでる現実だ。現実か。私もそろそろ本気でお母さんに怒られる現実を何とかしないと。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。おお、いいか。おお、どれがいいかな。これでどうだ。さあどうだ。悪くないんじゃないかな。これでいいか。うまくいくかな。できた！バッチリ！どこに入れようかな。おお、いいか。いいも、どれがいいかな。これでいい。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。いいもの、できそう。いいか、いいもの、できそう。いいもの、
できそうな。どれにしようか。これでさあどうだ。悪くないんじゃないかな。よう、邪魔するぜ。あれ、どうしたの。アンペルさんとリラさんから呼び出した。タオも来てくれってさ。私たちを？何の用だろう。そうな、とりあえず行ってみようぜ。さーてと、お手伝いをサボった後の帰宅は熟練のテクニックでさりげなく。帰ったぞレント。水、うわ、酒だ。ザムエルさん、帰ったってここ私んち。うわ、お酒臭。え、ライザー、てめえなんで俺の家に。あら、ザムエル、あんたまた昼間から飲み歩いてるのかい。げ、みよ、なんで。何でも何も私の家だよ。なんだい、家を間違えるほど酔っ払ったりして。うるせえ、俺の勝手だよ、ほっといてくれ。人の家に乗り込んできてほっとけもあるもんかい。いつまでもそれじゃあレントがかわいそうだよ。あんた昔からうるせえんだよ、ずっといつも あいつと一緒に。おや、珍しいな、ザムエル。うちに何か用かい。カール、まだ飲んでいるんだね。ならちょうどいい。家に汲んできたばかりの冷たい水がある。一緒に飲もう。え、俺は私たちの間柄で何を遠慮することがあるんだ。さあ、身をもらいでも一緒に楽しく話そう。なんであんたと身は俺に変わらず。くそ、ふざけやがって。飲み直しだ。ザムエル、あまり飲みすぎるなよ。ちゃんと野菜も食べろ。うるせえ、俺、くそ。何がどうなってるの。気にしなくていいんだよ、子供はね。私たちを3人まとめて呼び出すなんて何かあったの。呼び出したのは私じゃなくてリラだ。リラさんは。ああ、レントが使い物になるかどうかそろそろ試してみようと思ってな。それって試験みたいなもの。そんなところだ。少し前の調査で船着き場の近くに手頃な場所を見つけたんでな。そこを探検してこいってことか。よし、腕が鳴るぜ。三人で行ってどんなところか調べて無事に帰ってこい。その行動すべてが評価の対象だということを忘れるな。わかった。僕は怖いから二人で行ってなんてのは通らないのかな。通らないよね。そりゃ当然。お前たち三人にいろいろ教えているのは私たちの調査を手伝ってもらうためだからな。あそこでこういうものが手に入るはずだ。これを見つけてこい。どうやって手に入れるの。それを考えるのも含めて試験だ。どこかに落ちているかもしれないし、魔物が持っているかもしれない。分かったらさっさと出立の準備をしろ。おう、